今日はですね、岡山県倉敷市の高橋川の河口付近に来ました。この辺はですね、釣りスポットとしてね有名で、ハゼが釣れたり、シーバス、スズキが釣れたり、その他ね、季節によれば水鳥がねこの辺いるので、写真を撮られたりする方が多くいるんですけども、あとこのちょっとした、ね、船着き罠ような感じにもなっております。で、今日はですね、なんか一回ね、ボラが大量にね浮いているという件で撮影したんですけども、ちょっとねこの辺をねずっとね、海の方というか、向こうに水島ブリッジっていうね、高速じゃないですけど、ショートカット、スムーズ、信号がないようなね、道がありまして、そこの辺りまでちょっと歩いていこうかなと思います。それにしてもボラのね浮いてる数が多いです。プランクトンのね関係、酸欠でね今年はかなりのボラが浮いてるということです。ちょっと心配ですけども、ものすごい数の、ね、ボラがいます。こちらはね生きてますね。あんな白いボラもいるんですね。でもよく見るとなんか目の色が違いますね。なんかちょっと病気かかったような。でも本当に真っ黒なボラからちょっと本当に白いボラでも目の色がおかしいですね。見えない、ほら。で、国土地理院の昔の航空写真を見ましたら、1960年代かな、橋のずっと先に中洲があったんですよね。浮島があって、でそこに、農地のようなのが見えました。もう今はね完全にもう何もなくてないんですけども、昔は畑が先にありました。気になるぐらいですね、昔のところどころで気になるものが落ちてますね。
うお、結構匂いがすごいな、魚の匂いが。これでもね処理してると思うんですけどね、なんか朝方来たらなんかそういう業者みたいなのが清掃してて感じだった、なんか清掃してるような風景見えたんで、ここが、まあ、漁船の乗り入れする場所ですね。昔はもっとこういうのがたくさんあったような感じなんですけど、ボラじゃない魚が、クロダイかな、なんか入ってきました。あ、見えます、見えますかね。ボラしか浮いてないっていうのもなんかまあ奇妙なんですけどもね。
ごいな、目が真っ赤、飛び出てます。すごいな、ものすごい数。
こまでは多分回収できないんでしょうね。向こう側はできたとしてもここはちょっと足場悪いので。砂浜もかなり打ち上げられています。だいぶここまでちょっと撮影できなかったんですけども、ぐちゃぐちゃなれば打ち上げられています。いや無理だな。でもここしか道がない。
やば、グロ。うわ。ちょっとなんか死の海みたいな感じになってますね。あのこの海のまあ川ですけど河口ですけども、水もちょっとなんかいつも見るような感じじゃないですね。あのちょっと何ですか、茶色帯びた水ですね。水がプランクトンとかで、まあ、のせいで汚れてるのかもしれないです。まああの2日前はね、満ち潮の時に来たんでそんなにあの浮いてなかったと、あのおそらく掃除した後だったのかな。そんなに個体も少なかったです。でもこの今日来るとかなりの量が浮いてました。まあ土日挟んでたので。掃除清掃活動とかも、まあ、お休みだったのかもしれないですけど、ものすごい数のボラが浮いてます。でこの先にも前回は、見ることができなかった かなりの多くのあのボラが浮いてます。本当強烈な匂いなんですけども、ちょっと慣れてしまったようなそんな感じですね。すごい風。でちょうどねこの、まあ、話を戻すんですけども、ちょうどこの目の前ずっと先に、島がありました。あったんですけども、今はもうなくなってしまってるということです。でおそらくこちらがね桟橋だったのかなと。こっからあの向こうのあの島に行く場所だったのかなと思います。まだあの階段が残っています。という感じで今日はお届けいたしました。まあ、あの先に
ね、島があったっていうのがちょっと想像もつかないですけども、昔は田園地帯に広がる島がありました。で、1970年代になって、この目の前の橋ができると同時に、なくなったというような、航空写真です。今残るこの桟橋、結構老朽化というかひび割れてますねという感じをお届けいたしました。それではまた次回もよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。